フォグランプ、フォグランプとは自動車等に装備される灯火の一種でヘッドランプなどとは別に装備される白または黄色い光を発生する補助灯であるフォグライトあるいは無灯とも言うフロントフォグランプ全部無灯は雨や霧などにより視界が不十分である場合にヘッドランプの補助的な役割で用いられる照明灯、明かり色は白または炭鉱色 悪天候時に視界を確保しつつ対向車等の第三者に自社の存在を明らかにし、注意を促す機能を持つ。前方を照らす前照灯とは役割が異なり、広い範囲の視認性を向上させるため、左右への照射角を前照灯よりも広い配光としたレンズを備えているのが特徴である。前照灯が概ね70度後であるのに対し、フォグランプは概ね100度以上。 一方、前方の霧に強い光が当たらないよう、上下の照射角は、前照灯よりも狭く設計されている。この理由は、霧に反射した光の明るさが、運転者の動向を絞り、暗い部分を見えにくくすることを防ぐためである。フォグランプが近くを広く照らす廃光パターンを持つ、ことから、直近の路肩や道路表示、車線分離帯などを照らす補助前照灯として、 用いられる場合もある。ヘッドランプの位置が乗用車に比べて高く、旋回時に運転席が大きく左右に振られるバスや、キャブオーバートラックでは、天候に関わらずフォグランプを点灯している例が多く、見られ。日本では放棄によって装備が義務付けられていないため、車種やグレードによって選択的に装備される。SUV や RV をはじめとして、機能性だけでなく、 外観衣装の一部として装備される合わせもある。かつては純正でも、汎用的な外観の製品を、車体の他の部品を大きく加工することなく、取り付けるものが主流であったが、近年ではバンパーにフォグランプ用の開口部を設けなど、車体デザインに大きく影響しないように設計される場合が多い。また、フォグランプを車体デザインの一部として、標準装備する車種もある。光の性質上、 波長の短い青色光は水の粒に散乱して遮られ、波長の長い赤色光はそれを通り抜けてより、遠くまで届く性質、無中等化性が高い。しかし、多くの国では放棄により、赤色の等化を車体前方に設置できないため、赤色光に次ぐ、無中等化性を持つ中間の波長の黄色光が良いと、され、 霧に反射して運転者の視界の妨げになる波長を含まない単色光がより良いとされてきた。かつての主流は黄色灯で1980年代には全照灯も黄色のものが流行した。しかし単色光は運転者に錯覚を起こさせ距離感がつかみにくい現象や特定の色が認識しにくい現象が知られるようになり遠方には黄色の光を投射して手前は 白色の光で照射するように、色分けされた電球も流行するようになった。最近では、白色の割合が増加し、全消灯とともに、HID 式のものや、特に超波長の可視光を遮るコーティングを施して、色温度を高くした、青白い光放つ電球が流行している。EU では2011年2月以降、乗用車のデイライトが義務化しており、市中でもフォグランプ。 日本では気象による点灯についての法的基準は特になく、夜間やトンネル内等では全消灯を点灯し、走行用前、消灯、ハイビーム点灯走行中に先行者や対向者がいる場合は、すれ違い用前消灯、ロービームまたは全部無灯、フロントフォランプのいずれかを点灯し、走行用前消灯を消,灯を消すこととされている。 ノームなどの気象条件により視界が制限される場合において、後方からの被視認性を向上させる目的で設置される赤色の灯火をディアフォングランプ、後部無灯と呼ぶ。通常のテールランプよりも明るく、青銅灯と同等の明るさを持つ。そのため、不必要な使用は後続車のドライバーを幻惑させる原因となる。日本やヨーロッパの保安基準ではヘッドランプ。 または、フロントフォグランプのスイッチが入っていないと、ディアフォグランプを点灯できず、ヘッドランプを一旦消灯するとディアフォグンプは再度、スイッチを操作する必要がある構造が義務、続けられている。ヨーロッパでは1975年から、すべての新型車への装備が義務化されている。一方、日本では、ディアフォグランプの装備が義務化されていないこともあって、販売する、全車種で装備しないメーカーもあり、 シビックシャトル販売終了後、ホンダでは、欧州から輸入販売する車種を含めて、国内販売するすべての車種に装備しない。スバルでは、スバル BRZ とスバルジャスティを除く普通乗用車は、ヘッドライトウォッシャードットで、全車標準装備となっている。トヨタでは、トヨタハイラックス、トヨタタタウンエース、トヨタライトエースの 4WD モデル、トヨタスープラ、トヨタアベンシス、 トヨタ86の GT リミテッド、トヨタプリウス PHV とトヨタヤリスの GR モデルが標準装備となっている。他の車両は寒冷地仕様とセットでメーカーオプション、寒冷地仕様にディーラーオプション、メーカーオプションとなっている。レクサスではレクサス LX のみ標準装備で、それ以外の車両は寒冷地仕様とセットでメーカーオプションとなっている。 マツダでは2015年にマイナーチェンジされたマツダ CX-5 をはじめマツダロードスターを除く自社生産の乗用車の 4WD グレードにヘッドライトウォッシャーとセットで標準装備とっている。スズキではスズキイグニスの上級グレードとスズキスイフトの RS グレードとスイフトスポーツが標準装備となっている。また商用車やバスでは トヨタのバン及びトラックの一部と大型バスの一部、日野、セレガとイスズガーラ及びガーラミオに設定があるのみで、あるもあり、輸入車を除くと現在も装備している車両は多くない。オプションながら日本国内で販売される日本車で初めてディアホグランプが設定されたのは1988年にホンダから発売された3代目プレリュードとされており、 リアガーニッシュの右側に装備された。これ以降、日本車でもオプション設定や寒冷地使用装備として、リアフォグランプが普及し、一部の車種で標準装備となっている。1等、または2等が取り付けられ、2等の場合は左右対称に取り付けられる。1等の場合は、車体中央か、道路のセンターライン寄りに取り付けることが保安基準で定められていて、 左側通行向けの車両では右寄りに、右側通行向けでは左寄りに設置される。加えて、ブレーキランプ、制動等の光源とリアフォグランプの光源等を10センチメートル以上離すことが規定されていい。車種によっては、テールランプと一体に装備する例や、片側や中央に独立した一等のランプとして装備する例、片側をリアフォグランプ、反対側をバックアップランプ、 光体等の飛翔配置とする例がある。明るさの基準は、ブレーキランプ、制動等と同等だが、長時間連続して点灯されるためランプ筐体は、電球の発熱に対する耐性を持たせなくてはならない。したがって、バックランプと同じ形状で、デザインされたものでも、明かり体の材質や構造などにより、コストがかかっている場合が多い。光源として、 発熱の少ない LED を利用する場合もあるが、現在の市場では LED のコストも白熱電球より高価である。フォグランプとは異なり、ヘッドランプのハイビームに近い廃光特性を持った補助、全消灯はドライビングランプと呼ばれる。また、ハイビームよりさらに遠く狭い範囲を照らす補助、全消灯はスポットランプと呼ばれる。ドライビングランプの中には髪型への拡散を防ぐ。 廃校パターンを持つものもある。いずれも夜間にヘッドランプの補助として用いるものであるが、日本の保安基準では、廃校パターンに関係なく、全部無糖とされ、行動上での使用は、各種ルールに沿った運用が求められ、市販車での採用例としては、フェラーリ界355などがある。無糖としての機能を重視していないものは、カタログ上で、アクセサリーランプ、または、 アクセサリーライトと表記されているものもあるが、慣用的にはフォグランプと呼ばれ、日本では適用される保安基準も全部無糖と同じである。自動車用ランプに関しては1958年協定に基づき国連で ECE 規則が策定され加盟国間では認証の相互承認制度が導入されている。フォグランプはで全部無糖。 過去には補助前小党と呼ばれていたとして、リアフォングランプラで後部無党として規定され、それぞれの歳目国示及び歳目国示別点によって、技術基準が受けられていて、全部無党の概略は次の通りである。上述の保安基準は、政府の規制緩和方針により法令改正されたもので、2006年1月1日以降に生産される、自動車に適用される、 2005年12月31日以前に生産された車では現行規定と旧規定のどちらかに適合していればよい。などの規定があったほか、取付位置についての規定も現行のものと若干異なっていた。後部無党の概略は以下の通りである。なお、日本ではランプ性能に関して実規格が定められているが、1998年以降、 順次正式に ECE 規則が導入されている。EU、欧州連合では国連で制定される ECE 規則とは別に EU 域内の自動車及び自動車部品の認証の相互承認のため EC 指令、EEC ディレクティブが制定されている。しかし EEC 指令よりも ECE 規則が先行しているため ECE 規則の認証を取得するのが一般的となっている。 米国の自動車ランプの放棄には、米国運輸省内の機関であるんつえで制定される、FMVSS ナンバー108がある。しかし、フロントフォグランプ等の装着が、任意のランプについては、規定がないため、各州法に従う。保安基準に関しては、業界団体の異が制定した、際規格がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。